こんにちは。今回はプラモデルと全然関係ないんですけど、まあご存知塗装するね、設備がプラモデルやるんでね、あるので、新型のアイコス、これがコンビニで販売されるようになったんで、まあ、すぐ僕も買いに行っちゃってね、予備がなかったんで、ということで今まで使ってたやつを予備に回して、まあ、こちらをメインで使おうかなと思うんですが、白しか手に入らなかった。コンビニで売ってるのが白と黒だけなのかもしれないんですけど、ネットで買えばね、ゴールドだとかブルメタだとか、まあいろいろねあるんだけど、まあ、今回この白しかなかったということで、ちょっと味気ないなということで、その先ほど言った塗装ブースがあるので塗装していこうかなと思います。でまあ別に大した、ね、話じゃないんですけれど、まあ、鍋さんどうやって塗ったのかなという感じで見ていただけたらなと思います。では一旦カメラ止めます。さあそれでは早速やっていきましょう。まずは中身を出しますよね。バラすというのをあまりやりたくない。あとね、一つ注意点としまして、もしこれをやってしまうとおそらくメーカーの方の保証が効かなくなると思うんでねまあいいよ、そんなメーカー保証なんか壊れたら壊れたで次買うしみたいな感じでの方なら OK なんじゃないかなと思います。僕の場合今までね、壊れてメーカー保証に出したことがないんでね。あ、一回あるか。そう、買って速攻ダメになっちゃったから一回変えたんだよね。ダメになっちゃった、うん、何で買いに行ったのかな、忘れちゃったな。さあでは早速やっていきましょう。まずはマスキングからですね。マスキングを、まあここはね塗らないでおこうと思って、ここのね大きい面だけ塗ってしまおうかという感じです。なのでまずは見えているこの辺の部分をねマスキングしておこうかしらと。でこうやって折り込んでね、そうするとでもこっちの方がまだダメですよと。そんな時のためにまあ紙をね入れておくだけで大丈夫だと思うんですよ。あんまりビタビタっと拭いちゃうとダメだけど、まあこれポストイットなんだけどね、これをここにこうやって入れ込んで置くだけでもマスキングができるんでね、こんな具合かなっていうところでチョキチョキチョキと、まあ要はね入り込まないようにっていうだけの目的なんでね。こんな感じでここ折り込んでこういう感じでね。で塗装する向きもね結構大事になってくると思うんですよ。あんまり入れ込むような形でやってしまうとダメだと思うんでね。前のアイコスはそうだったけど、もうこれあれ出てるのかな、専用カバーみたいなの出てればねいいんだけど、シールぐらいは出てそうな気がするな。まあ、こんな感じでね入れ込んでキュッと、だからこっちからジュバジュバジュバーっと吹いちゃうと中に入り込んじゃうんで、まあできるだけこの斜めぐらいからこう色を塗装するぐらい、この縁まで綺麗に塗りたいっていう場合はねっていう風にした方がいいと思います。まあ鍋さんはどうやってやったかというレベルでね見てもらえればと思うんで、でもね、鍋さんがそういう風にやってていいなと思うから俺もタバコ吸おうみたいなのはね絶対やめた方がいいです。タバコは絶対吸わない方がいい。やめれるならやめたい、やめる意思がないからやめれない。タバコなんて良くないよ本当ね。だったらやめなよっていうさ、やめれたらやめてるんだけどね。はい、こんな感じでもうマスキング OK だが、しかし気になるのはこれだけじゃないよね。やっぱりここのさ電気の加減、スイッチの加減、あとまあここのね USB をぶっ刺すところね、ここもやっぱりやらないといけないので、ここはですね
どうやってやろうかな。ここはまあここペタッと貼ればいいだけだからいいんだけど、てかそもそももうここ貼らなくてもいいな、そのままやっちゃおう。ここのスイッチも、スイッチはちょっと保護してあげた方がいいな、中に入り込んでも困るんでね。ここも紙でこうやって入れるか。今見るとこんな感じだな。だからこうして、こうして、紙を入れ込んで、やるといいかな。入らない。入った。ああ入らない。入るじゃん。こっちもね。クイクイッと。うまく入らないな。本当は解体したいんだけどね。組み立てがめんどくさそうだし。意外と隙間が少ないな。なんか思いのほかここ隙間がないんだよねって考えると、やらなくてもいいような気がするな。ただこの両側は少しね隙間があるから、そこを埋めてあげた方がいいと思うんだよね。よっと。こんな感じでいいでしょう。でもこれで多分中に入り込むことはない。そこそこしっかりグッと入れておいてあげないと、後でエアブラシで拭いた時に悪さしそうだからね。あとここね、塗膜がついちゃうと今度充電できなくなっちゃうからね。こんな感じで穴を埋めてあげましょう。ティッシュとかでやっちゃうとホコリが立っちゃうんでね。よし、オッケー。こんなもんじゃないかしら。あ、ダメだ。でもこのぐらいでいいか。これならしっかりくっついて。で、今度持つとこに困るっていう感じだから、これ結構重たいからな。超強力な両面テープ。まあって言ったってこれ100均なんだけどね。
これをペットボトルとかこういったキャップのあるやつね、ペトッとくっついて、なんせ重たいんだよなこれ、そのこれでくっつけるにはちょっと不十分かな、パワーが。あ、いける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 、よしよし、ここもうちょっと足付けをしてあげよう。クイクイクイと、このままだとちょっとこう不安定なところがあるから、ここの間とここの間の両サイドに両面テープで、ちょっとちょっとでいいから壁をつけてあげる。このね、両側見えるかな、ちょっと画面の隅から、この両側にこうちょっと壁をこうやって、しかもね両面テープだからね、しっかりくっつきますよと。こういうスポンジ状の両面テープがいいかな、100均でダイソーで売ってるやつ。これはこれをまたここにえいっと入れ込んでやれば、まあそう簡単には外れないね。よいしょ。ということで塗装していこう。OK、いいね。よし。じゃあ一旦カメラ止めます。さあそれでは塗装していきましょう。塗るのは、まあ僕の場合これね、ホログラムがね塗りたかったんで、キラキラがねすごく好きなんでね僕は。せっかくなのでこれはホログラムでやるかと。まあ、なかなかこのホログラムもね出番が少ないっていうのもあるんで、せっかくなのでここで使ってみようかなと。ギラギラなアイコスに、もったいないもったいない、ちょっとずつちょっとずつ使わなきゃ。よし、あるぜ。よし、行くぞ。見える見えるね。まあ、なんでこの辺の向きからこうやって吹いてあげるような感じかな。ビシャビシャーっとかけずにね。こんな感じでどうでしょうか。なんかあれだね、ホワイトパール仕様みたいな感じになっちゃったな。まあそれはそれでいいんだけどね。なんか女性専用って感じがして女の人っぽくなっちゃったな。まあいいか。できた。見えるかな。ちょっとアップにしますね。よいしょ。こんな感じ。もうちょっと上。こんな感じ。まあちょっとこれでね、一旦しっかり乾かします。では一旦止めます。さあということで出来やした。あれからトップコートも一応吹いたんですけれど、まああんまりね、何回も言ってたようにビシャビシャっとこうねツヤツヤに
できないっていうところがあるんで、もし、ウレタンがあればそっちの方がねいいと思うんだよね。ただ乾き匂いがねしっかり取れるまで時間がかかるんだけど、ウレタンね使ったことある方ならわかると思うんですけど、とにかく臭いからね。よしできた、いいね。で早速取っていこう。ピッと、あ、ここのこれピンセット、よいしょと。いいんじゃないの。ちょっと明かりの加減で見えづらいかな、ちょっと見えづらいね。ちょっとカメラのこれだと見えづらいんだよね。ただのなんかホワイトパールに見えちゃうな。どうかな、ちょっとカメラのこのちっちゃいモニターじゃちょっと分かりづらいんだけど、そうだな、ちょっとカメラの場所変えますね。ちょっとアングルを変えて、アングルというかカメラを変えてみました。どうでしょう、見えるかな、わかるかな、ホログラムになってるのは。これ肉眼だと、この辺こう見るとこの H の辺がねなってると思うんですけど、わかる、あ、こういう感じで映せばいいか。あんまり光が強すぎてはダメなのかな。結構ね、あの肉眼で見るとすごいホロホロだね、ホログラムってる。もうこんな感じでね塗装してみるといいかもしれません。久々にハンディ、あのカメラを手で持つな。こんな感じです。なんかちょっとこう逆に女性の方がね喜びそうな感じのキラキラになっちゃったな。まあでもこれはこれで僕は個人的にはキラキラが好きなんでいいかなと思います。まあね、結局ね結構こうマスキングとかいろいろ気使ってやらないといけないところがあるっていうのがあるんで、まあ自己責任でっていう話になっちゃいますけどね。まあ勇気のある方はぜひ試してみてもいいんではないでしょうか。こんな感じです。よし、ではまた。